はい、皆さんこんばんは。今日ですね、特別な企画です。今はうちの社長と日本にいます。せっかく日本に来たから、一回日本の心霊スポットに行きたいと思います。それで今ですね、私たちは茨城県にいます。で、その周りがめちゃくちゃ有名な心霊スポットがありますよ。なんか噂によると、佐都子の歴史と、この事件はそこから始めます。大丈夫ですか、疲れママ。帰りたくて仕方がない。聞いてないんですけどね。本当？じゃあ皆さん、早速ですが、一緒にこの周りを回りましょう。マジで？この心霊スポットでさ、トンネル、名前は笠間トンネルという名前です。そこのトンネルでさ、いろんな事件があります。その事件が携帯でありますけど、でも今携帯持ってないから、ちょっと一回車に戻って一回説明していいですか。はい、じゃあこのトンネルをちょっとなんか歴史言ってもいいですか。このトンネルでさ、もし車で通ったらブレーキいやだやだやだ、それはやばいよ。で、またトンネル内でクラクションを鳴らすと、背後に落ち武者の霊が現れる。絶対鳴らさないでくださいね。そう、振りじゃないんでこれ。そう、たまには女性の声で子守歌を聞こえます。そういう話があります。あ、もうすぐだよ。いや超怖いよ、もうやだ。注意。これでさ、なんか今はめちゃくちゃ大きな石がある。この石は名前は大黒石で、めちゃくちゃでかい。ちょっと説明していいですか。この大黒石の中ほどに小穴があり、このへそに小石を3度続けて投げ、そのうち1つでも入れば幸せがある。あ、これだ。あ、これか。あ、そうなんだ。 OK、 投げてみます。ない。いや、入った。ある。え、じゃあ幸せになるよ。やった。うん、いいですか、あの粉。うん、はい。お、一発だよ。すごいじゃん。じゃあ3回は3杯の幸せ。ほい。あ、いた。じゃあもう最後。うん、はい。あら、入った。3倍の幸せになるよ。やったじゃん。あ、そう。あら、じゃあ今日は運ついてるから、そこに行ってみましょうか。やめて。じゃあ皆さん、もしこの大黒石が興味があったら、ぜひ茨城県に来てください。はい、はい。うん、はい。今ですね、多分トンネルっぽいのところに来ました。今は真っ暗、全然見えないよ。全然見えない。そう、でも意外と広いね。なんか動くだけで怖いんですけど。本当？あんまり見えないけど、私。俺にだけ見えてるわ、じゃあ。え、本当？いや、俺だってさっき見えたもん、なんか。何？人。でもさっきは生きてる人だよ。あれは生きてる人？これは？ない。生きてない人ね。生きてない。じゃあ大丈夫。大丈夫じゃない。あ、ある。なんだろう。これは入っちゃいけないよ。何これ？車両進入禁止。通行止めだね。通行止め。そう。で、車入れ、うわ、怖い怖い怖い。車入れないと。え、合ってる？方向？そう。え？でも方向は間違えるよね。さっきはどこに。この先立ち入ってみたい気持ちはあったが、もう一つの入り口から行くことにしよう。あ、ここじゃないんだ。じゃあ、いや、ちょっとこっちじゃないですね。あ、そうなんだ。うん、ちょっと一回戻ろう。大丈夫？大丈夫大丈夫。今何点ですか。え、15ぐらいまで来たかな。大丈夫大丈夫、3円がいれば。そうかな。何でも怖くないよ。何でも。なんか落としなかった。してないよね。してない。してない。ないないない、あんまり見えないね。ちょっと一旦切る。はい、落としましたよね。落としました。来たんだよな今。あんまり見えないね。ちょっと一旦切る。
落としましたよね。落としました。来たんだよな今。聞こえなかったことにしたかった。落としたんだよな今。みんな落とした。そうそう、絶対虫じゃない、落とした今。あれはなんかイノシシ。イノシシ、いやそれはそれで怖い。イノシシだよ。どんなイノシシ。ネズミとか。あ、マナみたいな。そうそうそう、なら怖くないか。そう、あんま急げるよな。でもこれズズがもうお化けに見えてくるよ。はい、でここです。この山、確か貞子の歴史からの山です。この近くに確かトンネルがあるかもしれない。なんかまたあるよね。ゴミは持ち帰ろう。それはその通りだよね。そう、自然を大切にしよう。茨城県、茨城県。心の竹も シーカかな。君がミニー、なんだろう、藤原の竹地か、竹地か。そのとはだから心霊スポットじゃないんだろうけどね。そうだね、普通に観光スポットだね。昼の時観光スポット、神社があるじゃん。トンネル、あった。見てトンネル描いてる。じゃあ物下げだね、ちょっと今から。何？何の音？やだ。ちょっとなんか今トンネルの近くにからちょっと緊張感があります。もうすぐもうすぐ。いや期待はしてないんだけどね。違う、なんかこの動画もうすぐ終わる。あ、よかったよかった。そう、その意味だよ。それは終わってほしいんだけど。あ、あった。俺見ちゃった、トンネルだ。トンネル、多分トンネル。いやトンネルだよ、間違いのない完璧なトンネルだった。帰ろう。違う、帰ろうよ。行こう行こう行こう。トンネル到着しました。じゃあ入りますか。いいんじゃない、もう見つけたから。見つけるのが今回の目的でしょう。ケイチはどう思いますか。余計なことばっかり言いやがって。くそ。行こう。見える。なになになに、変な音するじゃん。変な音する、ちょっと変な。するよね、マジでするよね。やめようやめようやめよう、マジでやめようよ、マジでやめようって。今もう本当に変な音したじゃん。してくれよ。じゃあ手つないでる。あ、そんなロマンチックなことしていいの。もう怖いんですけど。やばい、落書きが。ヤンキーの落書きがひどいよ。大好き書いてるよ。ヤンキー、こんなところに大好きって書くなよ。と、出口あるよねこれ。うん、もうすぐもうすぐ。命、いやだ、もう命とか書かないで。ポップなこと書いてもらうと。出口があるよ、出口。あ、着いた。本当に？うん、着いた。着いた。よかった。オッケー。出口に着きました。どうしよう、帰る？いや、こっち行ったらまたよくわかんないとこ行っちゃうから。だから、同じ道に帰る。いや、もう最悪だよ。最悪だよ。じゃあ帰りますか。全然怖くないんだね、ルードは。だって、三原さんが、三原さんがあなたがいれば、全然。怖くない。守りがいのない女だ、うん、はい、皆さん、それで今回の心霊スポットの周りが終わりました。どうですか。最悪の気分。でも思ったより怖くなかったですね。3人がいれば文殊の知恵。え、3人いれば文殊の知恵。そうだな、3人いるしな。文殊の知恵はあんま使ってないんだけど。そう、私逆に本当になんか初めて日本の心霊スポットに来ていい体験でした。もうちょっと紹介したい日本は他にあるんだけどな。まあズズがいいって言うなら俺もよかったよ。
もしこの動画を見ながらよかったらぜひグッドボタンとコメントしてください。絶対にグッドボタン押さないでください。でもしこの動画がよかったら、うん、また別の心霊スポットに行きたいと思います。高評価コメントは一切受け付けません。皆さんでバッと押しましょう。通報させましょうこの動画。はい、ぜひグッドボタンお願いします。絶対に押さないでください。そう、また第2弾があるかもしれない。純ちゃん頼んだぞ。俺はもうずっとは日本に来ない。もし何か心霊スポット、有名な心霊スポットがあったらぜひコメントしてください。本当にいらないです。教えてください。というわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。この動画が好きなら高評価登録してグッドボタンしてください。それなら私たちのツイッターのアドレスをフォローしてお願いします。下リンクがあります。それじゃあ次の第2弾もお楽しみ。